僕の嫁はやたら娘にきつく当たる。娘はまだ5歳で僕の連れ子だ。嫁も再婚だが子供はいなかったらしい。なんでこんなこともできないの？ごめんなさい。そんなある日のことだった。嫁に叱られたばかりの娘が僕の方に来た。パパ。ん？明日ママに内緒で会社休めない？え？どうして内緒なの？会社は有給を使えば休めないことはないが、嫁に内緒でというのは気になる。嫁に言うと怒られるからなのか？それは明日話すよ。ねえパパ、休んでくれる？いいよ。そういえば嫁と再婚してからは娘と二人で遊びに行くことなどなかった。嫁はあまり外に出たがらなくて、休みの日に遊園地や動物園なんてめったに行かないのだ。娘と初めての約束をした夜、嫁と話をすることにした。あのさ、娘と何かあった？え？嫁は僕と話すときは至って普通のトーンだ。最近娘と出かけたりしてない感じだし、娘に冷たいからなんてことは言えないから遠回しな質問をする。あなたに話したことなかったよね。何のこと？僕は嫁の過去について一つだけ知らないことがあった。あれは結婚することが決まった時だったと思う。あのね、私一つだけあなたに話してないことがあったの。ん？何？深刻そうな顔をする彼女のことが気になって仕方なかった。そしたら彼女は突然泣き出した。ごめん。話そうってちゃんと思ってるんだけど。涙で顔がぐちゃぐちゃになりながら必死に話そうとする彼女が見ていられなかった。ゆっくりでいいよ。結婚したらずっと一緒にいられるから。だから気持ちが落ち着いたら話して。うん。きっと元の旦那のことだろうと思っていた。嫁は過去のことはほとんど話してくれた。元旦那のことも自分の昔話も。旦那はかなり金遣いの荒い人で、嫁の稼いだ金を全部パチンコに使ってしまうらしい。だからこの時はその旦那から暴力を振るわれたとか、女たらしだったとか、そういうことを想像していた。金遣いの荒いことが別れた原因じゃないと言っていたから、きっと他に辛いことがあったんだって思った。でも、その辛いことは僕の想像を超えるものだった。前に話せる時に話したらいいって言ったよね。だから今話すよ。やっと気持ちの整理ついたから。うん。嫁は途切れ途切れに話し始めた。結婚してしばらく経った頃だったかな。お金に本当にだらしない旦那で、毎日どうやって暮らそうかって考えてる時に妊娠したの。え？彼女は僕と結婚する時に子供はいないと言った。あれは嘘だったのか？でもやっぱり育てる余裕なんてなくて仕事を増やしたの。うん。しばらく経って旦那にも言った。よかったねって言ってくれた。でも旦那は働こうとはしなかった。嫁は働かない旦那の分も働こうと必死に仕事をした。寝る時間も惜しんで働いた。生まれてくる赤ちゃんを見たら変わってくれると信じて。でもその赤ちゃんとは
会うことはできなかった。妊娠初期の頃に流産したの。働きすぎて体に負荷がかかったのか、それとも偶然なのかわからないけど、とにかく心臓が止まってた。嫁はとにかく絶望し、もう涙が出ないぐらいに泣き尽くしたという。だけど、赤ちゃんはもう死んでしまった。亡くなった赤ちゃんを取り出す手術の日程を決められて、どんどんことは進んでいった。妊娠初期にはよくあることだからって、お医者さんには言われたの。でも私には、やっぱり受け入れられなかった。このことがきっかけで、もう旦那と一緒にはいられないと決意した、と言っていた。きっと旦那といるだけで、亡くなった赤ちゃんのことを思い出しちゃうから、と。だからね、あなたと結婚するのもかなり悩んだの。またあんな辛い思いするくらいならって。そっか。それにね、もし生まれてきてたら、あの子と同じ、5歳だったの。嫁は、涙ながらに話した。それでね、なんとなく、私が楽しそうにあの子と暮らしてたら、天国にいる子供に申し訳ないなって思って。だから、あの子に辛く当たっちゃってた。そう、だったのか。あの子に罪はないのに、どうしても優しくできなくて。ダメな母親ね。ちゃんと乗り越えられるって思ってたのに。嫁は、ずっと苦しんでたんだと思う。娘の母親として、優しく抱きしめたい気持ちと、産んであげられなかった自分の子への葛藤に。だけど、嫁が自分からこのことを話せたというのは、多分変わろうとしているからだと思う。毎日、夢に出てきて天国の子供が言うの。もう許してあげるからって。あの子のお母さんになってあげてって。それでも嫁は、やっぱり母親になれなかったと涙を流した。嫁は娘を名前で呼んだことがない。きっと名前を呼ぶことが母親への一歩だと思ってるんだろう。私、あの子の名前呼べるかな？うん。いつかきっと呼べると思うよ。嫁の精一杯の勇気に、僕はこんな答え方しかできなかった。ママ、今日のご飯は何？特別なものじゃないわよ。ママ、今日ね、幼稚園でね、サトルくんがミサキちゃんをね。ママ今忙しいの。見たらわかるでしょ。ママ。あなた、ごめんなさい。私やっぱり、あの子を思い出してしまう。焦らなくていいよ。大丈夫だから。そして、娘と約束した日がやってきた。毎朝幼稚園への送り迎えは僕がやっているため、会社に行く格好をして、娘と一緒に幼稚園に行くふりをして家を出た。そのまま、近くのデパートへと向かった。デパートは今日が母の日だからか、母の日への贈り物がずらりと並んでいた。パパ、今日はありがとう。なんだよ改まって。しかし、急にどうしたんだ？お母さんには内緒で、なんて。だって、びっくりさせたいから。ルンルン気分の娘は、スキップなんてしながら、店の中を見て回る。何が欲しいんだ？プレゼントだよ。ネックレスとか。ママって何が好き？え？ママ誕生日じゃないよ。母の日だよ。パパ知らないの？
娘が嫁をどう思っているのか、正直聞くのが怖かった。娘にとって嫁は、突然できた母であって、自分を産んでくれた母ではない。多分娘なりに、それは理解できていた。それに嫁は、自分でもわかるぐらいに、娘に母親のようなことはしてあげられず、怒ってばかりいた。娘にとって嫁は、怖い母親という印象なんじゃないかと思っていた。もちろん知ってるよ。でも去年は何もしなかっただろ？まだ4歳だから、知らなかったんだもん。あ、そうか。だけど、風花はママのこと好きなんだな。うん、ママのこと大好きだよ。娘は嬉しそうに、母の日のプレゼントを選んでいる。風花、今日からこの人が風花のママだからね。ママ？うん、わかった。ママ、折り紙で遊ぼう。人見知りだった娘が、嫁には懐いて、すぐにママと呼んで受け入れていた。子供は直感で、自分を愛してくれる人かわかるって言うけど、きっと娘も、嫁のことが好きになったんだと思う。ねえパパ、今日のこと内緒にしてって言ったのはね、もう一つ理由があるの。何？ママ、風花のこと嫌いかな？そんなことないけど、なんでそう思うの？娘は困った顔をして話す。ママね、風花のこと辛そうに怒るの。辛そう？うん、パパなら知ってるでしょ？なんでママは辛そうなの？よしよししたら治る？娘の優しさに思わず涙が出そうになった。パパも泣いてるの？泣いてないよ。目にはたくさんの涙が浮かんでた。だから溢れないように上を向いた。パパは大丈夫だから。風花、ごめんな。いいよ。娘はごめんねと言うと、必ずニコッと笑って、いいよと言う。あのね、ごめんねって言われたら、いいよって笑って言うと、またすぐにね、仲直りできて楽しく遊べるんだって。そう幼稚園で教えてもらったんだ、と言っていた。ごめんねは魔法の言葉で、特別なんだよと先生に言われたらしい。ママもきっと、風花のプレゼントもらったら元気になるよ。本当？とびっきりの笑顔で娘は言った。これママに似合うかな？あ、でもちょっと足りないね、お金。これはどうかな？かわいいかも。あ、これもダメか。風花、足りない分はパパが出してあげるよ。それじゃママの喜びが半分になっちゃいそうだからいい。自分のお金で買えるものを探すから。結局、プレゼントはキーホルダーになった。祖父や祖母からもらったお小遣いをこっそり貯めて、そのお金で買えるものがキーホルダーしかなかったのだ。そして、母の日の当日になった。ママ、これあげる。娘はあどけない笑顔で嫁にプレゼントをした。なんで？母の日だからだよ。幼稚園の先生が教えてくれた。母の日はプレゼントあげるんだって。僕は嫁に耳打ちした。受け取ってあげて。嫁はうなずいて、可愛らしく包装された包みを開けた。ママ、どう？こういうの嫌いじゃない？風花、いいの？こんな私に。何？ママ。風花、ありがとう。
娘をぎゅっと抱きしめた嫁の顔は、立派な母親の顔だった。ねえ、ママ元気になった？ずっと辛そうだったから、ふうか心配だったんだ。大丈夫。元気になったよ。嫁は娘の頭を優しく撫でた。ふうか、ごめんね。嫁は何度も何度も娘の名前を呼んだ。いいよ。ママ、大好き。ママも。嫁は号泣しながらつぶやいた。大好きだよ、と。その夜、僕は嫁と話した。プレゼントどうだった？うん、嬉しかったよ。一緒に買いに行ってくれたんでしょ？あれ、バレてたの？だって、二人でこそこそ話してるの聞こえてたし、それになんとなくわかった。あの子が、あ、風花が私のためにプレゼント買おうとしてくれてるって。それは母親の勘ってやつじゃないの。お前はちゃんと母親になれてるよ。風花の名前ちゃんと呼べてる。自信持てよ。この日以来、嫁が娘に対して辛く当たることもなくなって、親子で買い物もよくしている。本物の家族に慣れた気がした。